はい、それでは自己調査なやったっけな。函館スプリントステークスとユニコーンステークスと、副賞生活広報でいいですか。はい、宝塚記念は来週ですね。はい。あ、まだいいです。ありがとうございました。はい、函館スプリントからいきましょうか。前回が、とりあえずダイアトニック時間を置いてたんですけど、ライトン級からにしましょうかね。はい、同世代対決ですね。みたいですね。5歳馬ですか。今58キロ背負ったんで、どうでしょう。キンランドカップぐらいで勝ち切るかなと思ってます。ちょっと今回休み明けと重さ考えたら。豊さんも天乗りやったっけ。天乗りやよね、確かね。そうですね。考えると、まあここ一番人気で58キロ乗り換えで買うりゅうないかな。買うっていうか軸にするりゅうないかな。はい、ライトを読んでいきましょう。7ヶ月空けました。まあ去年ね、函館スプリント例の薬物事件で場外になったんですけども、基礎的に去年も勝ち切ってる能力やったらしいんで。はい。もう出来上がってるみたいです。 UHB 賞、オープンクラスにずれ込んでリナーテ相手に2着。はい、まあ後に重賞活躍してリナーテはね、後にっていうか前にか。はい、キーランドカップもダノンスマッシュ相手に4着ですよね。まあ当初の相手によく頑張ってたなってなるですね。はい、軽半杯しっかり、勝ちました。で、まあ去年とメンバー比べるとおそらく落ちてるはずなので、はい。ですよね。ちょっと待ってな。ですけど、去年ってそんな実績あった馬おった？ダノンスマッシュと、ターブロンドでしょ？でしょ？あとリナードでしょ？ダンダックビーンスもおるでしょ？多分、絶対去年の方が強かったと思う。はい。よろしくお願いします。鞍上がフルキッチーさんですね。久々を感じさせない動きってことで、動きめっちゃいいんで。はい。よろしくお願いします。今年飲んでお芝は例年より硬いらしいですね。持ち時計はないけど、時計のかかりお芝とか、冬の中目とか走ってるだけ、対応できるわけじゃないってことで、ちょっと、硬い棒ってことで、お芝らしくない棒になってるんです、らしいですけど、よろしくお願いします。はい、対抗ダイアトニックにしといて、抑え候補ありんだ、インティンガール、シバージ。で、シバージ前回とぶち棒打ちましたね。はい、やっぱりこの高松宮記念、オープンクラスね、2走前勝って、前走一気にジャンプアップの G1 ってことで。で、上がりが33秒1、シグラレグリアと一緒なしやったんで、やっぱりこれはすごい足やなと思ったんと、なかなか後ろからというのも、この足出ないんで。で、グルービットが後に、何やったっけ、KO、はい、スプリンカップか。で、3着で取ってますんで、いいと思ってます。で、洋芝ってことで、まあ一応、このままダートから来た馬なんで悪くないですね。洋芝ファールとこ問題ない。2走前もオンバーで勝ってます。まあちょっと今回、硬い馬場なるならちょっと無冠可能性もあるんですけど、まあ頑張ってください。ヨド短距離ステークス4着。これも時計ってかパワーいる京都やったんで、どうでしょうか。はい、どうでしょうか。どうでしょう。馬場次第やね。でもこれね、日曜日か。北海道って雨降れへんの？もう降らへんやろな。降ってる？降ってないよ。多分やで。多分降ってない。エティンガールもチャンスあるし、アリーナはちょっと分からんけど、まあとりあえず印しよった。あとはフィアノロマーノもね、人気出るね。はい。で、ここは函館スプリント事後調査ですね。シバージーが事前調査特注馬やったんですけど、1頭特注馬打っておきます。はい、特注馬ですけど、この馬ですね。はい、ティーハーフ10歳ですね。いつ引退するんでしょうかってことで、前走17番人気ですけど、8着。最近ですね、去年もか。あー、なんか言ってると、あー、ははー言ってる、これ。結構、あー、はは言ってる。最近ですね、最近どっかやろ。嘘じゃん、言ってる、これ。2年前のキーナンドカップね、13番人気から。9万ベル地面埋めたん？花咲いた？花咲いた、パカって。30%ぐらいやわ、成功するの。あとは失敗したら1万ベル3つになる。
70% で1万ベル3つ。やっちまった。最悪6万ベルマイナス。やっちまったぜ。うまいこと言ったら 30% で9万ベルかける3になる。27万ベル。今日で借金返せるのだよな。俺せっかくお金置いたのにな。それまさか埋められると思ってなかったよ。俺も倒れてるわ俺。あ、すいません、寄り道ですか。ありがとうございました。すいません、結構雑談、結構雑談してたこれ。すいません、はい、あつ森の話です、ごめんなさい。めっちゃ泣いてるこれ、結構泣いてる。今日で借金返せたんちゃうんそれ。そうよ、せっかく俺その分帳じらわしてバーンと稼ぎも置い、あ、もういいですか、かしらです。はい、で2年前に函館スプリント7番人気の後ですね、ここキーランドから13番人気、スプリンターズ16番人気、9番人気、12番人気、ほとんど2桁オッズ、3桁オッズですよ、ひどいの。ほんで2桁人気ですわ。前走もね、17番人気だったんですけど、8着ですよね。で、コモズズバレー相手にコンマ読んでしょう。全然悪くないんですよね。あの、成績以上に仕事するんですよ。まあ、3着以内入らない馬券、お金にはならないんですけど、いや、それでもなかなかですよね。と俺は思ってる、うん、こんなね59キロの別邸専用短距離ステーキで背負わされてね、かわいそうに重傷買ってるからか知らんけど、多分、うん、結構かわいそうね。で、狙い目としてはね、今回、函館スプリント走りますんで、これはひどい。まだ泣いてる俺。で、CBC 函館スプリントで、2015年やったかな、買った5年前に5歳でかな、買ってるんすよ。はい、で、吉羽が合わんことないんですよね。毎年来るんですけど、やっぱ展開がいるんですよね。翌年4番人気リベ、何やったっけ、リピーターあるよって言って12着。これも多分早いバーベットで負けた。展開合わない。前が速くならなかったらね、結構左右される舞台なんですね。結構狂ってる人います、前で。で、まあ、今回ちょっと印特徴を打ったんですけど、もう一個の意味合いとしては、この次、もし、あ、無理か、もうないなこと、あ、ないわ、ごめんなさい、ないわ。あ、ないないない、ごめんなさい。もし、狙うなら来年出てくるならね、あの、高松峰記念でこのまま構想してるんですよ。去年、今年、コンマ4。去年がコンマ3の5着。で、その前出てないかな、とりあえず高松峰記念できたこのまま、2017年4着ですよね。悪くないですね。で、出てきてほしいのは来年でいう CBC 賞かな、2016年も6着でしょう。悪くない。ほんまにこいつ、あの、函館も狙い目ですけど、一番の狙い目は中京戦に、ここ、絶対狙えると思う。今年ちょっとね、CBC 賞チャンスあるかなと思うんですけど、妹、阪神開催があかんわと思って、今年では中京ないわと思って。せやね、今年阪神開催ね、えと思って。だからね、高松記念じゃなくて CBC 賞か、来年もう無理か、引退するかな。来たらうまい。ほんまにチャンスあると思う、CBC 賞。うん。4着の実績1回ありますからね。何の話これ、結構脱線した。超脱線したってことでよろしくお願いします。なんかこの舞台で特殊部だったけど、結局なんかようわからんことあるんですよ。うん。結局なんかもう、なんかあの、9万ベル埋めてもうたみたいな話で、多分約3分持ったこれ。ありがとうございます。すいません、結構回らないでます。おお、結構一人、おお、言ってるこれ。まあええ、明日になったら 30% で27万ベルになってるかもしれへん。頑張れ。借金返さないので、今日で。手持ちゼロも。手持ちは。なんぼよ、あとあれ。あの、ローン残高。5万。あれは、貯蓄しても6万あるやん。そっか、売り払っていい。ええやん、もう、明日3万返ってくるやん、最低でも。返せよ、もう。返しとけよ、今日で。あ、もういいですか、これ。ありがとうございました。はい、続きまして、ごめんなさい。ユニコーンステークスいきます。はい、ユニコーンステークスはね、もう本命、このレッレッチェバロックでいきます。これ、もうこれしゃあない。もうレッチェって出てきたらもうしゃあない。これレッチェバロック。レッチェバロックって感じで、これ。もういいですか、借りちゃうけど。はい、牝馬ですけど、2走とも、2秒差、1.4 秒差の圧勝劇で。で、デュートバーン、カフェワラはどっちかというとデュートバーンにしておきますわ。対抗ね。セリステークスの勝ち馬がやっぱこの舞台直結しますんで、で、ヒアジンステークス、このまま東京戦力走ってるんですけど、カフェファラオ。やっぱり2月開催ってことで、ちょっとやっぱ感覚開くんと、はい、やっぱりね、持ち時計も 2月で1分37秒7が悪くないと言えないですけど、ここからほんまに1秒、2秒近く縮めれるかっていうと、3ヶ月の成長、4ヶ月か、で、わからんな。で、堀さん、2レーンさん。
鉄板方程式ですけど、ダミアン・レーンさんのダートと言いますと、ちょっとやっぱ落ちるんですよね。芝はよく強いんですけど、やっぱダートの依頼も、依頼回数とトータル見てみると、やっぱちょっと落ちる。まあ、30回で42倍、まあ、立派なものなんですけどね。まあ、普通に立派なんですよ。一般に考えてもめちゃくちゃ立派なんですけど、やっぱりちょっと弱るようなっていうのが出てきますんで、はい、ダミアン・レーンさん、ね、やっぱ線に距離短いというか、やっぱ伸びた方、中中距離かな、やっぱな、ここが強いんですよね。はい、やっぱ東京で基本依頼されると中山では、時期が合い、まあ、時期が合えへんというか東京に向けてきてますんで、はい、まあ、基本的にこんな感じです、はい、ならばレッチェバロックかな、フジルメでいきましょうか。はい、で、前もざっくり計算言うたんですけど、まあ、まあこの文字時計で、比較の良くないんですけど、大体晴れの、3歳の子にこのステークスなら両方なら1分35秒後半が大体文字時計です。ここにねちょっとねオーバーボーになってもって1分35秒前半あるいは中盤が出てます。で両方はたび35秒後半最悪36秒になります。まあ35秒前後半と仮定して1分35秒後半として、このセイリステークスの勝ちチームと東インステークスの勝ちチーム、この伊藤がまだ1分36秒前半がやっとこさ、まあ、やっとこさか知らんけどな、うん、まあ、それ考えるとこの、前走、レッチバロックキューバ審査賞最後軽くちょっと流してました、最後流し1分13秒のラップ刻みましたけど、これがまともに走って1波論延長したとバテたとしても、まあ、1分23秒62プラス12秒ぐらいかな、12秒のは12秒3ぐらい付け加えたしもようやく1分35秒後半、単純計算するとこのままが一番持ち時計いいかなと思ってます。1400から1600走ってないやんって言いたいんですけど、まあ、前走ちょっと最後ね手緩めてこの時計なんでおそらく強いと思います。前走でまあ飛ばしましたけどね、前半34秒2でいって、まあ後半バテタンも含めたとしてもね、ちょっとさすがにでも強いなと思ったんで、はい、フジルメでよろしくお願いします。うん、強いと思う。で、あとはサトノラファール、タカナビューティー、フルフラット拾っといて、あれ、そうか、フルフラットとか田中勝春さん飲んでない、豊さんじゃないんや、さや豊さんじゃないんでな、そう、豊さんあれか、函館行くもんね、それはちょっとあれやね、そうかそうか、なるほど。はい、あと名称ベンガルが前走特チューバやって、この馬前走、初めてダート走ったんですけど圧勝、7馬身差の圧勝やったんで、今回もう一回注目かな、クローネ3区ってことで東京のマイルは芝ダート両方走る決闘ですよってことと、佐々木ケイティさんやから外枠いたチャンスですね。はい、でここも一等特チューバ打つならですね、はい、いろいろ考えたんですけどこの前しておきましょうか。はい、北のオクトパスですね、この前しておきます。まあどうでしょう、レッチバロックは下手しい花奪うんで展開最悪早くなるかなと思ったんですけど、まあでもデュートバーンとカフェハローがちょっと色気出しやったり、サトノファール、タガノビューティーも後方からですもんね。これ考えたらもしかしたら前で生かしてもうたらこの馬が一番チャンスあるかなと思いました。はい、もともと福島で逃げて勝って、中山戦8で2回足踏み、3回か足踏みして前走弱かったんですけど、はい、まあシンプルに先行力あるってことで、強いと思いますね。あの他の馬たちはレッチバロック除くと人気馬の中では、前で運べてノーマークに近い、田辺さんなら前かしたらチャンスあるから人気ないときね、はい、東京マイル芝ダート含めてやっぱロゴタイプの安田記念かな、あのイメージが強いんで逃がしたらうまいと思います。ただまあレッチバロックこれからどうかなと思いますけど、うん、はい、どうでしょうか。まあ、もしレッチバロックの干渉に2着に北のクトバスが粘るって展開を想像してるんですけど、どうでしょうか。きついかな。フェノーメノサンクってどこがしぶといよね。どうでしょう。まだまともにしすぎてないけど、まあ大体ダートの方がいいよっていうのが出てますんで、マイルが若干比較的いいか。はい、よろしくお願いします。まあちょっとはっきりしたデベーナメノちゃうんですけどね。はい。あとはね、生活候補って言いたいんですけど、土曜日ノン重賞もあるねんな、函館のまだ見てないです、ごめんなさい、函館 USTB 賞、これはライブのみなりそうやな、ちょっとここ自信満々に障害的になってことで、ちょっと副賞生活かノン重賞レースかまだ決めてません。今んとこまあゲシステークスはデプティプライム、
どっちにしようかな。こっちを副賞にするか迷ってますけど、今ジックはデプティプライムにしようかな。はい、ルメちゃん連れてきました。以上です。はい、この馬今までずっと1004使ってたんですよ。1006多分初めてなんですよね。1002、1004ずっと使ってたはず。うん、やろ。で、ここで左前1ですね。で、ここで東京のマイルに切り替えてきたってことで、ちょっと、ね、そこにプラスルメちゃんなんでね、あんじゃマイル向くっていうあれがあったんかなと思ってね。はい、前走5ヶ月半空けて2着なんでね。うん。もしかしたら距離長い方がいいってのが出たかもしれないですね。ちょっと前、ルメちゃん、中山に乗って2着やったんですけどね。中山戦にか。はい。どうでしょうか。初めての戦6で、もしかしたら合うかもしれないですね。ここ、ルメール乗り、バス乗り換えてきて、ですもんね。はい。よろしくお願いします。ちょっとまたこれ、副賞生活か迷ってますけど。うん。エピックハンターかもあるし、まあちょっと安城加藤さんやけど。はい、ちょっと面白いかな。グレートタイムもあるしね。どっちをするか。七子さんもこっち来てサンタナブル乗りますし。はい、ホックスクリークがなんと、中内田さんがついにた、ね、川田さん抜いたんかしら。抜いてないか。はい、つむちゃん連れてきたんで、って思ったんですけど。あれ、川田さんっておった函館。おったいました。すいません。あれ川田さんどこ行った。あれ、どっか行った川塚和田さん、どっか行ったな。海外おった海外行く海外あった忘れた。あれ、この週海外遠征あったっけ。ちょっとニュース見てください。ニュースニュースニュース金のからニュースニュースないわ。あ、そういえばさっきあれやな、これしもたん、これアベニンドリームがあったね、これ人気あったね、これエフラボン言い出したわ、これあっちゃ門別やろ、これやっててんか。ポイント何倍、ポイント倍やで、倍ってか何倍かやでって言ってね、セールやってて、おお、いけいけってな、アベニンドリームから流して生まれいけると思ったらね、内枠で決まったんこれなぁ。8番のアベニンからね、あのね、外流せと思ってね、4、6、10、12、いけって言ったらね、2行きたい、これ、あっちゃ、しもた。もうちょっとうちの偶数拾ったな、偶数全部拾えと思ってね、8から、でも2はないわと思って、4、6、10、12、4と流してんで、2まで流したらさ、5点やんか。で、4倍やからさ、あ、安いやつかな。4倍で、5と流したら、まあ、取り紙あるやん。やめとこうと思って。2は、うちはええわと思ってね、外の偶数いけ4、6、10、10に流したら、なんと2あっちゃおーと思って、しもたと思って、あ、もういいですか、わかりましたということでございました。はい、すいません、全然関係ない、これ北海ダービーね、はい、すいません、全然関係なかった。はい、ありがとうございました。何話しちゃったっけ。東京がちょっとわからん。日本住所を考えますな。三宮ステークスも考えますわ。今のところ2頭、ただこれはね、こっちを日本住所にするか三宮、こっちの方がね、馬揃ってるんすよ。馬揃ってるとか、馬そ、んー、どうやろ、揃ってんかな。ちょっと待ってな、もう一回見させて。ユニコーン全勝戦じゃない。ユニコーンのシミュレーション宣言システークス。三勝クラスやからね、ちょっとレベル落ちるんよね。馬は知ってる馬多いんですけどね。ハルクもデスオールとか、バンブトンハートとか、ホックスクリークも知ってるし、ロレルジャックも知ってるし、ね、サンタナブルー、グリーグローリー、グレートタイムも俺知ってね、ピックアーム、オータースペース、アフターバーナーも知ってね。ただやっぱこっちか。こっちやろうな。副賞は。じゃあ、ノン重賞、多分な。アキステークスもあるしな、これな。こっからスタートアキステークスされてるの。全然寄り道してる、これ。結構寄り道した。スズノメところ、これ。フィールドセンスやって。たな、おるわ。はい、阪神が比較的土曜日手薄なりそうなんか、そんなことないか。あ、川田さんおったわ、阪神。あ、俺、どこが海外、どこで海外行くの、こいつ。コマビションおってる、これ。怒った。コマビション乗りました。はい、こちら、いただく、これ、怖いよね。アングライフェンとかさ、まあ、オープンよう出てくんねん、重症とオープンね。それはわかんねんけどさ。コマビションとかやったらわかるんやけど、ノーブルサターンとかね。このベンジェンスとクリンチャーが出てくるんやね。これが怖いよね。ハンデ58、57.5。まあ。このエアステークス2着なんで、このまま京都強いよって紹介しての阪神のオープンやからね、これ。これどういう狙いできたんやな、こいつと思って。いや、怖いな。ただまあ、雨やからさ。多分重い、重、やや重い以上になるやん、絶対。明日の雨でさらに。
となるとこの前ねんけど、あ、まあ、阪神も強いか、5勝して、あれ阪神5勝してんの、え、あ、そうな、あ、そうな、え、京都強いなかったこいつ、あれ阪神、あ、そうな、阪神5勝した、あ、そっか、天保山とプロレスか、あ、そういうことね、戦4で勝ってるってことね、あ、なるほどね、戦4で5勝ね、あー、そうきた、ほんまや、戦4で5勝か、京都はね、あの1008、1009を走るから凍ってるんですよ、宮古ステークス、ヤンステークスね、そうか、そうか、わ、阪神がでもさ、1000走って初めてじゃん、これは分かる、これは怖い、小さんといえど宮古ステークスからのここで買う、どうせ1、2番人気やろこいつ、いやー後悔するかな、まあ、見ないな、抑えまでか、いや今度こそ勝ちにくるのかな、重賞でも買ったもんな昔、賞金足りてるやろお前、8000万あるやろお前、ハンデでわざわざここ注文する意味がかな、これ何のくれんねこれで、クリンチャーはね4000万しかないからね、わかるんすよ、で重賞来てもなかなか勝ちきれんもんね、ニガーステークスも一応やったし、でまあダート機でまだ3層目やしね、アンタレス3着の後もう1回、まあこっちやろうな、軸な 57.5 でしょ、まあ、軸ならこっちやよね、こっちをやっぱりあれするか、ええー、なやったっけ、ノン重賞にして、あっち月誌を副賞でも副賞っすやな、こっち相手決めんのちょっとややこしさまで、ピティプライムをルメちゃんだけで安全牌、安全牌なんか知らんけど取っといて、でこうしておきましょうってことで、サンダミステークスの重賞レースって考えましょう、あ、渋ったらッシンプってるとこおもろいよね、2走前半、阪神3勝クラスで勝ってます、重でね、はい、足抜き良くなったらッシンプってるです、前走平安ステークス2万13着あるぞこいつ、こいつあります、はい、あとアングライフェンとか拾った、これ明日でいいですか、明日、ありがとうございましたはい、ということでまた明日の本チャンネルでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。